皆さんこんにちは、食べ歩き研究所のさわちゃんです。今回は京都ランチでめっちゃおすすめの洋食屋さん、肉汁あふれるハンバーグを研究します。京都グルメを研究しているチャンネルです。チャンネル登録して研究員の仲間になりましょう。本日の研究地はグリルホグさんです。食べ歩き研究所の研究員様に教えていただきました。ありがとうございます。本日は日曜日、ランチタイムに来たので予想通り満席状態、人気のお店ですね。おしゃれな洋食屋さん、インテリアや BGM がアメリカンな感じでした。これは食べに行くと分かります。年齢層は幅広いです。一人ランチでも居心地よい洋食屋さんでした。こちらが土日祝限定のランチメニューです。平日でしたら日替わりメニューを楽しめます。お店のお姉さんにおすすめメニューをお聞きしました。ホグランチがおすすめとのことです。ハンバーグ、エビフライ、クリームコロッケと洋食好きにはたまらないメニューですね。料理を待っていると厨房からハンバーグをペチペチとこねる音が聞こえてきました。いやー、お腹が空きましたね。ワクワクして待っていると到着しました。フォグランチです。フォグランチのお値段は1650円で、ハンバーグ、エビフライ、クリームコロッケで、鮮やかなサラダと付け合わせのパスタ、ご飯と汁物がついてきます。結構ボリュームありましたよ。王道の洋食メニューが味わえます。では厚みのあるハンバーグを研究しましょう。お箸で切ってみると肉汁があふれ出しました。旨味が凝縮してますね。映像からでも分かるくらい湯気がすごいです。では早速いただきます。ホグランチのハンバーグは 130g で、お箸で切ってみると弾力がございました。固めのハンバーグかなと思って食べてみると、お、これは超うみやい。ハンバーグの中はふっくらしていて大変ジューシーでした。で、口の中で肉汁がじゅわーっとあふれ出して、めっちゃ美味しいハンバーグ、これはスペシャルたまランチ、休日がルンルン気分になりますね。それではソースを研究したいと思います。ホグさんではハンバーグソースを選べます。私はデミグラスソースにいたしました。自家製とのことで、お店のこだわりの味ですね。フォグさんのデミグラスソースはあっさりめです。で、濃いめのソース好きにはかなり薄味に感じられると思います。あっさりしたソースなので、ジューシーな肉汁が合わさり、ハンバーグの肉の旨味をさらに引き立てます。プラス100円でジンジャーソース、
明太クリームに変更することができます。めっちゃ気になりました。またリピートした時にちょっと変わったソースにしてみようかなと思います。ところで研究員の皆様はハンバーグのソースって何をかけますか？私はいつもデミグラスソース派です。でケチャップ派や、おすすめのソースなど、ございましたらぜひコメント欄で研究員の皆様とお話しできると嬉しいです。ぜひコメントお待ちしております。で洋食屋に行くとエビフライって外せないですよね。エビフライいただきたいと思います。これは笑顔が止まらないエビフライですね。でフォグさんのエビフライというのは細めタイプで衣はサクサク食感で中まで身が詰まっていてエビの食べ応えがございます。サクサク、タルタル、プリプリ、ありがとうございます。あと2本ぐらい食べたいなと思いました。で本日は自分へのご褒美ランチということでクリームコロッケをつけました。いやー幸せ、もうこちらもめっちゃ美味しい。で衣はサクサクで、クリームはとろーり食感で、ここで思ったんですけどフォグさんの揚げ物メニューって何食べても美味しいなって思いました。めっちゃ美味しい洋食屋さんでした。でお店の店主が私のチャンネル名を聞いてくださって、で動画も見てくださるそうです。めっちゃ嬉しいですね。で次回来店した時にはジンジャーソースにしてまたハンバーグ食べたいと思います。で洋食好きな方は明日研究行ってみてくださいね。で最後にご報告です。でついに京都食べ歩き研究所チャンネルが登録者4000人を達成しました。いつも応援してくださってありがとうございます。で研究員様からの美味しいグルメ情報、いいね、たまランチコメントが原動力となっております。で次は5000人目指して京都グルメの魅力をどんどん発信します。これからも応援よろしくお願いします。で最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の研究地でまたお会いしましょう。バイバーイ。